中山の、さつきの空の春憂い。中山の、さつきの空の春憂い。プルプル、スラリンメタリンの世界一当たらない鳥神予想。どうもどうも、スラリンメタリンでございます。先週の的中は、阪神牝馬のデゼルのみ。回収率も、壊滅的な数字になってしまいました。今週の3レース。アーリントカップ。アンタレスステークス。皐月賞の予想で盛り返していきたいと思います。まずは、アーリントンカップの予想です。本命に挙げるのは、12番、ジュン・ブロッサムです。4月の開催に変わってから、阪神コースの重賞や1勝クラスを勝ちきれなかった馬、また2勝利戦を勝ち上がってきた馬が活躍する傾向にあります。前走アルメリア賞を2着と粘ったこの馬、ここで上がってくるのではないでしょうか。穴候補として挙げるのがトゥ・ドジボジです。朝日杯では9着に敗れていますが、阪神コースでは1600メートルですでに2勝、ここでも食い込んでくることを期待したい一頭です。続いて、アンタレスステークスの予想です。本命に挙げるのは、16番、オーベルニンです。59キロを背負うオメガパフュームに勝てる馬を探すのであれば、先行馬から入るのがいいでしょう。阪神コースではすでに3勝、ここでは逆転を期待できる一頭ではないでしょうか。穴候補として狙いたいのは、5番の K.I. パープルです。過去10年で7回馬券に絡んでくるのが、前走名古屋大賞典の馬、たった1頭のこの馬はマークが必須と言えるでしょう。最後は皐月賞の予想です。チェックしたいポイントが、まず中山コース初出走で皐月賞を勝ったのは、近年では2014年のイスラボニータ、2015年のドゥラメンテのたった2頭だけ。30年遡ってもこれだけなので、これは例外と考えた方がいいでしょう。また近年、弥生賞からの出走馬は良くて2着まで。ホープステークスの勝ち馬か、前走1800メートルの重賞からの参戦馬が勝っています。このチェックポイントから本命に挙げたいのは、4番、キラーアビリティです。ホープステークスの2歳 G1 馬がこの人気薄、これは面白いことになるのではないでしょうか。穴候補として挙げたいのが、13番、ビー・アストニッシドです。過去にも2014年のウィンフル・ブルーム、2015年のキタサンブラック、2018年のゼネラーレウーノ、去年のタイトルホルダーのように、逃げまたは2番手から残っての波乱、これは皐月賞で最も注意しなければいけない波乱です。前走ヤヤモのスプリングステークスを逃げ切ったこの馬は要注意と言えるでしょう。というわけで、今週はこちらの単幅3000円での勝負といってみたいと思います。よろしければ参考にしてみてください。ではでは、また来週。